はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、今回はね、この証明問題やっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分がこの問題解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は正三角形が入ってます。まあ、ABC が正三角形って書いてるので、まあ、わざわざ正三角形って言ってるので、全部のね、まあ、外の辺の長さ、同じだし、角度も全部、まあ、60度で同じなので、まあ、その辺を使っていくだろうと。わざわざ正三角形にしてるからね。で、もう一個が、D を AC 上に置きましたと。で、AE と、ここと BC が平行になってるので、まあ、書き込んどこうか。平行ですと。で、平行があったら、まあ、錯覚使うんだろうなと思ってください。わざわざ平行にしてるからね、証明問題でね。で、AD と AE、ここと、ここの長さが同じ。で、あとは、で、その時 BD イコール CE なんで、ちょっとまず書こうか。ここと、ここの長さが同じことを証明しなさいという問題です。で、まあ、実際こうやってね、まずここを証明、同じってことを言いたいので、証明問題で、例えばこの三角形とこの三角形合同なこと言いなさいだったら、あ、じゃあそれについてやりましょうでいいんですけど、今そうじゃなくって、辺の長さが同じとか、まあ、角度のね、大きさが同じっていう時は、どの三角形とどの三角形で証明やっていこうかなって自分でまず決めなきゃいけないと。まあ、この問題に関しては三角形そんなに多くないので、まあ、見つけやすいとは思うんですけど、ひとまず BD と CE なんで、まあ、こいつとこいつを含んだ三角形にしたいと。で、今回は、書いちゃおうか。三角形 ABD。ここ使います。ちょっとなぞるか。こうですね。ABD。この三角形と右側のこの三角形でやっていきます。で、対応するところをまず考えなきゃいけないので、ABD と、ACE か。三角形、ACE でと。まあ、つまりこのね、三角形二つでやっていきますよって、まず宣言をします。で、いつも言いますけど、宣言の時に、ここ、絶対に合同マークを書かない。まあ、三本線のやつね。書くと、まあ、減点、よくて減点。まずかったら、バス食らうからね。その後全部合ってても。人によってはね、先生によってはさ。で、このまんまやってってもいいんですけど、まあ、まずアイテム3つを揃えたいと、この証明な、すると、証明するときにね。で、このままやってもいいんですが、ちょっと図が分かりにくいので、自分だったら並べます。図を。どういうことかっていうと、ABD、まあ、これ書いてあるから固定しといて、もう一個 ABD と、同じような、まあ、ここちょっとね、ごめん、許して、フリーハンド。書いておいて、その ACE を、向きを変えて、こっちに持ってきちゃうの。で、まぁ、A と A は同じでしょ。で、AD と AE が同じだから、こっちに E が来ると。だから、こっちに C が来るよねっていう。で、書いてしまう。だから、ACE をこのままグインって持ってきた感じ。で、そうして、まず、AD と AE が同じですよね。これ、縦で書いてあるから、同じだから、ここ同じですと。まぁ、さっき書き込んだけどさ。で、もう一個が、最初に言った正三角形ですね。正三角形なんで、AB も、BC も、CA も同じなんだよね、長さが。だから、AB と CA。ここの長さ、正三角形だから同じになります。これでアイテム2個揃いました。あともう一個なんですよね。で、この状態だったら、3組の辺。がね、それぞれ等しいに持っていくために、BD と CE が同じが分かればいいなっても思うんですけど、BD と CE って今結論なんですよ。で、結論は絶対証明中に使えないので、最後に書くしかないからね。だからここはもう使えない。下はね。じゃあ、ここだよね。ここ。その間の角が同じっていうところを言えないかなって探しに行きます。つまり上の図で言うと、こことここですね。例えばここが二等分線なんて書いてくれてればね、一発でも同じって言えるんですけど、まあここをちょっとうまく持ってきます。で、どう持ってくかっていうと、これがまず平行。さっき言った錯覚ですね。平行の、まあ錯覚の Z、もしくは錯覚の逆 Z ってよく自分が言いますけど、こうやって今回逆 Z が書けます。
逆 Z を書いた時の尖った2箇所の角度は同じです。ちょっとマーク変えましょうか。ここと、ここのマーク同じ。ちょっとバツ被ったけどね。角度同じです。で、もう一個。正三角形なんですよ。正三角形全部60度で同じですよね。だから、このバツと、ここ、正三角形の中だから角度同じなんですよ。つまり、こことここが同じで、こことここが同じ。こいつが間に入ってくれることによって、ここが同じって言えるんですよね。だから、こことここ。もうアイテムゲットして、最後2組の辺とその間の角で勝負ありと。これでも道筋ができたので、じゃああとは書いていこうっていう感じ。いいかな？じゃあ行きましょう。まあ、順番はどれでもいいんですけど、まあ、やった通り行こうか。まず縦からだね。で、縦より、AD イコール AE。まずこれは1個目。ここですね。ここが同じ。じゃ、次2番のここ行きましょうか。で、これは正三角形よりでいいと思います。正三角形より、AB イコール AC か。AB イコール AC。2番。で、さっき最後の角度を言うときに、正三角形だからここの角度同じですよねって言いましたよね。だから、一緒に書いちゃった方がいいです。正三角形よりのところセットでね。だから、ここの BAC、まあ BAD でいいかな。この三角形では BAD の部分だから、ここね。だから、もう一個。二回正三角形よりって連続で書く必要はないので、書く BA、D イコール、ここと、CAE じゃねえ、ごめん、こっちだ。したらごめんね。ACB か。書く ACB が一緒。で、あんまり番号をね、たくさん振りたがらない先生もいるんですけど、自分結構ガッツリ振っちゃうんで、ちょっと番号振っちゃいますね。で、今これ3番で書いたのが、こことここが一緒ね。で、次ここ繋ぎます。で、ここは錯覚よりだから、錯覚より、こことここが一緒。で、まあ、CAE にしとこうか。各 CAE イコール、ここ、各 ACB。で、こうなる。今、錯覚で、こことここを同じって書きました。で、3番と4番、これをね、つなげることによって、こことここが一緒だから、ここ一緒ですよねって、いうことができるので、まあ、自分はこうやって書いたら、3と4よりっていう書き方をしちゃうんですけど、ね、ACB 同じだからさ。だからここ。BAD と CAE をイコールにします。こことここね。書く BAD イコール書く CAE。で、これ5番。にして、これで3つアイテムが揃ったので、ちょっと右側ごめん、図消してもいいかな。よいしょ、ごめんね。で、あとは、掃除条件じゃない、ごめん、ちょっとした。合同条件だね。掃除は3年生だ。使うのは、1番と2番と5番ですね。1番、2番、5番より、ちょっと待ってね。2組の辺と、その、間の、角がそれぞれ右はまだいけるけど何か等しいここ入ってる等しいのでギリか等しいのでだから合同がまず言えると三角形最初に宣言した2つですね ABD でここで初めて合同マークが使います三角形 ACE とつまり、ここの三角形とここの三角形、合同ぴったり重なりますよと言えましたと。で、結論はこれではないので、最後 BD と CE、ぴったり重なるんだったら BD も CE も同じでしょってことを言いたいから、そのために、この言葉使いましょう。対応する。今回辺ね。辺より結論。BD イコール CE と。書いて、これで終了となります。もし最後は角度同じことって言われたら対応する角よりって書いて角度書いて締めてください。いいかな？
まあ、ざっくり復習すると、正三角形がね、正面問題入ってたら、辺の長さ、外ね、が同じってものか、まあ、今回両方使いましたけど、角度が同じっていうのを、ま、必ず使います。両方か、もしくは片方かね。で、平行線が出てきたら、錯覚の Z、もしくは錯覚の逆 Z をほぼほぼ使えますので、まあ、その辺使って、こんな感じでね、ぜひ解いてみてください。では、今回はこの証明問題やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。で、最後のここ、BD と CE が同じだったら3組の辺がっていうことができるんですけど、BD と、CE、ん ?CE? 俺書き間違ってるかな ?AC。あ、書き間違った。いやー